沈没寸前の134号解剖艦。低型解剖艦は日本海軍が第二次世界大戦において運用した解剖艦の艦級である。主に戦団護衛に用いられた。基本計画番号は E22。量産性を最重視し、低型解剖艦と同じく、それまでの日ぶり型、ウグル型より一層の小型化、簡略化が進められている。なお、 A 型の名称は、計画時の故障であり、各書籍などで普遍的に用いられているものだが、海軍が定めた、艦型名は、第2号型解剖艦である。同型艦は67隻が巡航した。日本海軍は、第2次世界大戦の後期に、大量の護衛艦を必要としていた。エトロフ型以降、大戦。 対空性能及び量産性を重視した解剖艦を建造しようと努力し、かなり簡略化が進められた、日振型解剖艦、ウグル型解剖艦を建造するに至った。しかし、戦況の悪化に伴い、さらなる護衛艦艇の増強が求められたため、小型化、艦型をさらに簡略化し、量産性に適した艦を建造することとなった。この際、 まずディーゼル機関を搭載した塀型解剖艦の建造計画が立てられたが、機関の生産能力の不足により、必要量を満たせない可能性があった。そのため、ほぼ同じ大きさの艦隊に、ディーゼル機関ではなく蒸気タービン機関を搭載した本、型の建造計画も立てられた。設計は、1943年6月に開始され、7月には完了した。 機関は、戦時標準線向けに生産されていた、蒸気タービン機関が使用された。平型解い艦のディーゼル2機合計1900馬力に、対し、蒸気タービン1機2500馬力と出力は向上している。それにより、最高速力は17.5ノットと向上したが、タービン機関はディーゼルより燃費が悪く、所要航続距離の4500回りを達成するために、 240トンの燃料を搭載した。対戦兵装は充実しており爆雷搭載量も120個と多い。艦名は一番艦が第二号解剖艦と命名され、その後は偶数番号が付けられた。一番艦は1943年10月に寄港し、1944年2月には竣工している。最短で寄港から竣工まで74日の艦があり、 量産性の確保には成功している。143隻の建造計画が立てられたが、64隻が戦争中に完成し、戦後に福音輸送用に3隻が完成している。戦歴は激しく、25隻が撃沈されている。戦後、総会艦や特別輸送艦の指定を受けた各艦は、海大南号と海上の上をののの任務に従事した。名春日から戦没日。 原因、もしくは戦後の様子など。雑誌、丸編集部編、日本海軍艦艇写真集、ハンデファン。21密一社、1998年、ISBN4 から769808402、76 P31 解任者間世界の感染増換第45週、日本海軍護衛艦艇士、使用処方官丸、スペシャル、日本海軍艦艇シリーズナンバー29、 海防艦など。海軍大臣官房発行、内例定用第13類、艦船の艦艇類別等級、及び本艦型艦名の過剰にかかる格内例による。ボルネオ島日本本土間の距離3000回に、戦闘等による、工程増加を五割増しと見込んで加えたもの。兵型の燃料搭載量は106トン昭和20年12月20日付、第2福音省内例 第12号、ありがとうございます。